これで今のところは全員かな。クレハさんだけでなく、チェリスカさんやイツキさんまでスコードロンをやめちゃうなんて。チェリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。今の君には少し言いにくいんだけど、俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードローンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろう。デスガンの調査を本格的に始めなければならなくなった。君はデスガンの件についてはどこまで把握していたっけ？あ、そうか。じゃあ話の続きをしよう。これは極秘情報だから絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設からナーブギアが盗まれたらしい。え？でもナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、ごめんなさい、何でもないです。そうだ、ナーブギアはソードアートオンライン事件の後に全て回収され、政府が厳重に管理している。待って、それじゃどうして盗まれちゃったの？それに何のために？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、なぜ盗んだのか。理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき2人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかもしれない。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だからもっと積極的にデスガンを探してみようと思う。今度 BOB バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスガンが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場し、デスガンを誘い出して正体を突き止める。 BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したらみんな参加するって言い出してさ。当然でしょ、いつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。それでも連れて行ってくれないんですか？相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。それは散々話しただろ。まあこんな感じで説得するのに時間がかかってさ。クレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど、彼女たちは強いし名前も売れているからデスガンの標的になる可能性がある。そうだな、街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする？メールを送っておくか。ああ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのはあくまで予想だから。何より君は今 GGO で一番注目されているプレイヤーだ。十分気をつけてほしい。それに君がこんな時に何もできなくて悪い。だけど君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけどなんとなくそう思うんだ。
この事件が片付いたらまたみんなで狩りに行こうな。じゃあ俺は BOB の参加申し込みをしに総督府に行ってくるよ。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょう。私たちも行くわ。ねえ、ちょっとこっちに来て。悪いけど私もしばらくパーティーに入れないから。あの銃を持った男をデスガンは私が倒す。し、キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから。メールで告げ口なんかしたら。どうやら真面目な話みたいだね。どうしたんだい？デスガンが BOB にね。さすがキリト君だ、勘がいいな。僕は今回の BOB には参加しないよ。キリト君と戦えるなら出てみたかったんだけどさ。アルファルドの雑用やパイソン君たちとの約束がいっぱいでね。いつでもどこでも彼らが一緒だし、正直うざいくらいだ。だから心配しないで大丈夫だよ。むしろ君の方が有名人なんだから、一人で動かない方がいいんじゃないかな。気をつけて。すでにデスガンが君に目をつけているかもしれない、なんてね。マスター、今日はどこに行きますか？クレハたちが戻ってくるまでにいっぱいレベルを上げてみんなを驚かせましょう。あ、メールが来ましたよマスター。差出人はデスガン。マスター、デスガンとフレンドだったのですか？偽りの英雄よ。お前が手にした勝利者の名はわずかな幸運で手に入れたもの。力こそ全ての世界で、そのような偽りは許されない。命を懸けお前自身の真の力を示せ。決闘場への招待状をお前の自宅に送った。覚悟を決めたなら、ログはお前の動向は常に見張っている。助けを求めることは許さない。わずかでも漏らせば貴様の罪による代償をお前の大事なものに支払ってもらう。デスガン、マスター、これは危ないです。キリトたちに相談しましょう。私はマスターのサポート AI だから、マスターがダメということは実行できません。だけどこれは絶対に危ないです。そもそもなぜデスガンはマスターのリアルの住所を知っているんですか？罠に決まっています。それでもどうしても行くならお願いがあります。少しでも冷静に戦力をしっかり整えるのです。デスガンと戦うつもりなら少しでも強くなりましょう。実は今度みんなにやってもらおうと思って強力なクエストを探しておきました。招待状が来ていない以上まだ時間はあるのですから、よく考えて準備を整えてください。マスター、マスター、デスガンと戦う時は必ず私も連れて行ってください。絶対ですよ、約束ですからね。ネームドエネミー警戒。リズベット、期待してて。当然
投げる。ダウンです。吹っ飛べ。チャンスなのです。吹っ飛べ。デバフ入った。いって、ステータスダウン。デバフ入った。バフをかけるよ。多いダメージです。サポートするわ。クリーンヒット。いって。やる。狙いましょう。ステータスダウン。いって。もっと上を。レベルアップし、見て、レベルアップよ。ああ、悪い。ちょっと考え事してた。君の銃、UFG についてさ。運営は近々 UFG をドロップで入手できるようにするみたいだけど、今はさ、まだ君の一丁しか GGO にないってことだろ。レア中のレアってことだよな。やっぱりちょっと羨ましいぜ。それにその銃の価値はレア度だけじゃない。拳銃でもライフルでもレアな銃はいろいろとあるけれど、結局それは他より威力が強かったり射程距離が長くなるものがほとんどだ。でも UFG は違う。それはできないことをできるようにするものなんだ。どんなにスキルを上げたって空間を移動するのは無理だからな。この差は絶対的だぜ。しかもできるようになっているのは君だけだ。 UFG で本当に何ができるのかは君しか知らない。プレイヤー同士の戦いじゃこいつは相当のアドバンテージだよ。何しろ事前に対策を練れないんだからな。どれだけ強いアバターでも動かしているのは人間だ。不意をつかれれば隙ができるし、本当に驚けば思考は止まる。だから手の内を読み合って3手先7手先を予測しつつ裏を書いていくのが対人戦の肝なんだけど、世界に一つしかない銃で世界で君にしかできない動きをされるんじゃな。いやでも油断は禁物だぞ。トッププレイヤーはみんな多かれ少なかれ隠し玉を持ってるもんだし、アドリブでの対応力だって凄まじいからな。あまあないとは言えないかな。
ああ、いまだにデスカンが本当にプレイヤーを殺したのか、殺したのならどんな手口を使っているのか見当がつかない。それに俺はデスガンの声をデータで聞いたけど、戦ったところを見ているわけじゃないからな。もちろん隠し玉、対人戦闘の切り札は持っているだろう。あの殺意、気迫、奴はただの愉快犯ではないと思う。 GGO にいればいつか出会う可能性はあるか。備えておいた方がいいのかもしれないな。え？なんだって！それは確かに俺だって使ってみたいけどさ、ありていに言うと欲しいけどさ、そんなお宝アイテムを簡単に人に預けちゃダメだって。ああ、うん、そうだな。君にはかなわないな。本当にそんなつもりで話をしたわけじゃないんだよ。分かったって、そんな心配そうな顔しないでくれ。それじゃあ UFC を貸してもらってもいいかな。君がログインしていない時だけでいい。 GGO 初の機能なんだ。感触を確認できるだけでも助かるよ。ありがとう、大切に使わせてもらうよ。こうやって借りられるってわかるとやっぱりワクワクするな。それにこれなら、仮に俺が UFG を使ってデスガンと戦うことになったら、君の気持ちに必ず応えてみせる。約束するよ。ありがとな。さて、デスガンの調査を始めるか。まずは総督府に行って BOB の登録をしないとな。キリト君、急ぎましょう。確か締め切りってそろそろでしょ。ああそうだ、忘れてたんだけど、 BOB には別アカウントで参加するから一人でいいよ。え、どうしてなの？今のキリトのアカウントはランキングにも入っているし、おとりにはちょうどいいと思っていたんだけどさ、飛行家と相談したら俺の仲間、あ、つまりアスナたちにデスガンの目が向く危険性も考慮しようという話になったんだ。なんで飛行家さんはキリト君を危険なことに巻き込むのかしら。今度会ったらいろいろと話を聞きたいわ。飛行家聖二郎、総務省の仮想空間技術管轄部門のお役人とは言っているけど、所属自体怪しいんだよな。だけどバイト料は結構良かったし。キリト君、まあまあ飛行家に使われるのも尺なんだけどさ、デスガンが気になったのも本当なんだよ。飛行家から依頼を受けた時は荒唐無稽な話だと思ったよ。ザ・シードで作られた GGO でプレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時にちょうど居合わせたプレイヤーが音声ログを取っていたんだ。あれには本物の意志がこもっていた。本当に気をつけてね。何かあったら必ず連絡して。リアルでもどこでもすぐに行くから。ああ大丈夫だよ、俺は必ずアスタのところに帰るから。パパ、私もいますよ。ユイちゃん、そうね、ユイちゃんとママがいるところがパパのお家だものね。パパはみんなを笑顔にできる力がある人です。誰かのために頑張るのは大事なことだと理解しています。でも必ず絶対帰ってきてください。もちろんだよ。じゃあちょっと行ってくる。キリト君、気をつけてね。
武器や装備をしっかり整えて。パパ、 BOB は強敵揃いです。レベルは足りていますか？準備はしっかり整えてください。もっと、まずは気候課が用意した別アカウントに切り替えないとな。どこか人気のないところで。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだ。キリコ？タイプミスか？いや、あいつが適当につけたに違いない。キクオカのやつ覚えてろ？はあ、髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。これじゃあ知ってる人にはキリトだってバレちゃうじゃないか。ヒュー、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。一人じゃつまんないだろ。あ？なんだこれ！顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応男みたいだけど、レア系アバターか。おいおい、虫はないだろ。虫はどうしたの？シノ、いや、なんでもないです。シノン、シノンってあのシノンか？こんな近くで見るの初めてだぜ。俺、シノンさんのファンなんです。 BOB 出るんすか？頑張ってください。全財産シノンちゃんにかけます。そう、長い髪のあなた、ちょっとこっちにいらっしゃい。え、大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。ありがとうございます。あなたはキリコ？キリ、あ、はい。私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから、女の子と見れば声をかける連中もいるの。気をつけてね。あ、いけない。BOB の参加登録しないと。ギリギリで滑り込もうと思っていたから。うん、まだ間に合うわ。あ、そうだ、登録しに来たんだった。キリコも参戦するの？それなら早くそこのターミナルで登録しないと。もう残り時間はあと数分よ。待て待て待て、なんでシノが BOB に参加するんだ？ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リストに名前が出ないようにするためか。俺にまで黙って参加しようとするなんて。そういえばデスガンの話にだいぶショックを受けていたようだけど、シノが一体何のために。あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。名前、よし。住所とか、これで BOB の登録はよし。あとは選手リストにデスガンの名前がないか確認しないとな。ないな、やはりデスガンはアバター名ではない。 BOB に参加していない可能性もあるけど、試合中であればアバター名は必ず表示される。まずはデスガンらしいプレイヤーを探さないと。登録終わった？だが、おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はーい。
シュピーゲル、あなたも BOB に参加するの？いや、僕なんかじゃ予選すら通過できないよ。僕ではね。ねえ、アサラサ。あ、いや、シノン、君は誰よりも強い。だから BOB でも絶対に優勝するよ。相変わらずの課題評価ね。でも期待には添えないわ。私の目的は優勝ではないもの。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって一部で噂になっているみたいだけど。ああもちろん、シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため、そして自分のためなの。ごめん、そろそろ待機場所に行かないと。待ってくれ、シノン。あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため、バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別で最強の存在なんだから。私は強くなんかない。特別な存在じゃないの？違う、君は周りに惑わされているだけだ。聞いて、私は普通の弱い人間。でも誰かのために戦うことはできるわ。それはキリトやアスナたち仲間が支えてくれているから。私の過去も受け入れてくれたから。今の君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。それに僕はずっとアサラさんのことを。やめて。お願いだ、 BOB に出るのはやめてくれ。どいて、予選が始まるわ。大会が終わったら話をしに行くよ。待っているからね、シノン。ごめん、キリコさん。変なとこを見せちゃった。あいつを。さあ、行きましょう。まずは更衣室で装備を整えないと。うん。更衣室？他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これで安心して着替えられるわ。え、いや、その。BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、迷彩を着てもかえって目立つ可能性もあるのよね。もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど、弾薬もギリギリまで持っておきたいし。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。いや、やっぱりこれはまずいだな。シノン、ちょっと待って。俺だよ、俺なんだ。は？俺、キリトです。嘘、そのアバター、女の子でしょ？シノンさん、いや、シノン様、この度は大変申し訳ございませんでした。まったく、事情は分かったけど、なんで女の子のアバターなのよ。ねえ、キリコちゃん。これは男のアバターだよ。我ながらかなりレアだと思うけどね。ついでに言うと、名前は気候家の趣味か嫌味だ。俺のせいじゃないよ。それよりも、なんでシノンが BOB に出るんだよ。シノンはかなり名前が売れているんだ。デスガンに狙われたらどうする？問題ないわ、私が倒すから。せめて理由を教えてくれ。
さっき聞いていたじゃない。仲間のためでもあり自分のためでもあるわ。なぜあいつがあの拳銃を持っているのかは知らないけど、デスガンが本当に殺人を犯しているなら絶対に止めなければならない。それだけよ。分かったよ。でもデスガンに戦いを挑むのはやめてくれ。デスガンの本当の名前、アバター名が分かればリアルのプレイヤーを調べることは可能なんだ。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもシノンは家からだろ、その一人暮らしの。ええ、アパートからログインしているわ。だったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。1対1の予選で奴と当たったら名前だけ確認して降参してほしい。了解。でも戦わなければいけない時があるかもしれない。その時は全力でやるわ。もう準備はいい？そろそろ出場者の待機部屋に行くわよ。そういえばシュピーゲルは BOB に出ないんだよな。ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかしかったよな。オリジンの頃のような。そうね、あの後はどうかしてたって本当に反省してくれていたみたいだし、しばらくはゲームを控えるとまで言ってたんだけど、 GGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成がうまくいかなくてイラついているみたい。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化は教授。前にプレイしていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。彼は俺たちがシノンと親しいことに嫉妬し、シノンの過去、かつて人を殺したことをみんなの前でバラした。11歳の時、シノン、浅田シノが郵便局を襲った強盗の拳銃を奪い、犯人を殺したという壮絶な過去。無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守っただけなのに、それでもシノンはその過去に苦しんできた。そういえば、SAO でシノンと出会ったのも、もともとはその PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器メデュキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思っても見なかっただろうけど。どうしたの？顔がこわばっているわよ。まさか。いや大丈夫、なんでもないよ。ねえ、私が GGO に行きたいって言い出した時驚いたでしょ、みんな。だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことにはすごく感謝してる。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここでは平気で人を撃てるんだもの。多分シノンであることが理由なのかもしれない。それにみんながいつも支えてくれているから。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は自分の過去に決着をつけるつもり。支えられでもいいと思うぜ。俺はいつも頼りにしているからさ、シノンのこと。デスガンの尻尾を捕まえてさっさと帰ろうぜ。みんな待っているからさ。私が BOB に出たことがバレたらアスナたちに怒られそう。ああ、めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ心配すると思うぜ。今のうちに謝り方を考えておいた方がいい。そうね、さっき着替えを覗かれたことを話して
キリトに怒りの矛先を向けるとするわ。ちょっと待ってくれ、さっきのは。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回バレット・オブ・バレッツ予選が開始されます。この話は予選を通過してからだな。デスガンに当たればラッキーなんだけど。それよりお互いが当たらないように祈りましょう。BOB の予選は1対1の勝負。まずは敵を探さないとな。このキリコは全くの無名だし、少しは派手に暴れてデスガンに注目してもらわないと。さて行きますか。よし、初戦は無事に突破できたな。シノンはどうだろう。まあよほどの相手でなければ勝てるだろうけど。お前キリトか。あんたはキリコ。ふざけた名を。お前の剣技忘れない。忘れるはずがない。俺はこいつを知っている。でもどこで。オリジンか、エールオーか。お前はキリトだ。俺はそれを知っている。そん
この印を。決着をつけよう。キリト、キリト、どうしたの？ね、シノン、どうしたの？顔が真っ青よ。何かあったの？具合でも悪くなったの？いや、大丈夫でもないかも。少し休みましょう。次の試合までまだ時間はあるわ。ラフィンコフィン、なんでそんな人が GGO にいるの？わからない、なぜこんな時に。ラフィンコフィン、確か私が SAO に入る前に会ったっていう殺人ギルドよね。ああ、あのエンブレムは間違いない。 SAO に閉じ込められた後、奴らはプレイヤー間で HP 全損はしないという SAO の不分率を容易に破った。リーダーのプーは快楽のために人を殺しているようだった。そして討伐隊が組まれ、俺は。あまり無理して話す必要はないわ。仕方なかったんでしょ？ラフコフは本気で抵抗したんだし。でも俺は自分が殺した相手の顔や名前を未だに思い出せないんだ。さっきの男は俺が殺したプレイヤーの仲間だったのかもしれない。キリト、もういいわ。大丈夫、大丈夫だから。ショックはないとは言わないけど。覚えているだろう、オリジンで俺は思い出すことができた。無意識に忘れようとしていた自分の罪を。もしかしたら今度こそ本当に向き合わなければいけないのかもしれない。次の試合出られるの？ああ、少しは落ち着いたと思う。シノンがそばにいてくれたおかげかな。ありがとう。気をつけてね、キリト。無事予選は通ったみたいね。ああ、シノンは当然勝っているよな。
もちろん。これで二人とも決勝に進出ね。決勝は大きな特設フィールドでの戦いになるわ。数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置され、最後まで生き残ったプレイヤーが優勝になるのよね。最初のポジションがデスガンの近くだったらいいんだけどな。これは探すだけで苦労しそうだ。さっきのラプコフ、ボロマンドも決勝に出ているだろうし。どうしたのキリト？さっき会ったラプコフの男の声、どこかで聞いたような気がするんだ。 SAO で会ったことがあるんでしょ？いや、もっと最近なんだ。ボソボソ喋っていたから気づかなかったんだ。あいつの声、デスガンに似ている。ボロマントの風体も目撃者の話とそっくりだ。キリト、デスガンの声を知っているの？キクオカが偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。話し方は少し違うけど、まず間違いないと思う。まさかラフコフのメンバーがデスガンだというの？おそらく。そしてあのボロマンドは俺のことを覚えていた。 SAO のキリトだと知っている。あいつは一体誰なんだ？ただの平メンバーではない。おそらく上級幹部か。ダメだ、ここまでわかるのに名前が出てこない。俺はあいつと戦ったはずなのに。キリト、シノ、俺はあいつともう一度戦うよ。戦って確認したいんだ、あいつが誰であったかを。私には戦うなって言うくせに、自分だけ決着をつけるつもり？いや、それは私もやつというか、デスガンの方に用があるの。デスガンの拳銃、11歳の時私が強盗から奪い撃ち殺した銃がそれなの。そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれないなんて、とてもじゃないけど見過ごせないわ。キリト、一緒に戦って、お互いの過去に決着をつけましょう。分かった、よろしく頼むよ、シノン。BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。確かプレイヤー同士は離れているから、開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか。まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、見渡す限り誰もいなさそうだ。本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。まずはフィールドの中央へ移動しよう。キリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。まさかデスガンに遭遇したのか。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って。1対1、いえ、一方的に追い詰められているみたい。相手は見たことのないプレイヤーね。でもすごい動き、あれはかなり強いわね。この調子ならすぐに勝負はついちゃうかな。ボロボロのマントに
武器はスナイパーライフルかしら。ボロボロのマントってまさか。この距離じゃアバター名は表示されないわね。せっかくのチャンスだし近づいてみるか。だけどその間にあのプレイヤーが倒されてしまったらリアルの方も迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すことができないわ。だから狙われている方は倒してみたのだけど、おそらくデスガンの標的からは外せないはず。いけない、考えている時間はないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。まさか…そんな…信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど、ほら、あの剣さばきはキリトだよ。間違いないって。名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。いや、もともと可愛い顔してたのはまさか。待て、落ち着け。おそらく男性のレアアバターだろう。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は外見が変わっても同じです。驚き、違和感、笑い、いろんな感情があって何と言っていいかわからない。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット撮れないの？オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。とか言ってるうちにもうキリトさん勝っちゃいましたよ。あれ、画面が切り替わっちゃった。おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって戦闘しているところだけを流しているんだと思います。なるほど。次の戦闘は誰だろう。知らないな。見て、誰かが遠くから漁夫の利を狙ってるわ。へえ、女の子プレイヤーも参加してるんだ。リズさん、あの子どこかで見たような。おいおい、あの銃はシノン。待って待って、聞いてないわよ。シノンが参戦しているなんて。なんでだろう、僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？私はてっきり銃の事件の話だったからと思っていたんだけど。もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。私総督府に行ってくる。待てなあ、今の映像を巻き戻しできないか。録画してあるから、そっちのデータなら。ちょっと見せてくれ。ここだ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私菊岡さんにこのことを知らせてくる。みんなはここで待ってて。フィールドの中央というとこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。試しに上がってみるか。シノン、シノン、しっかりしろ。キリトだな。
ああ、そうだ。お前の名は、スティーブ。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す者。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だが、お前は決して俺の名前を思い出すことはできない。どういう意味だ？そこの女、お前の仲間だったな。後でゆっくりとどめを刺してやろう。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと愚かさをかみしめながらな。さあ、剣を抜け。襲成功。スモークで何も見えないだろ。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は裁きを下すにふさわしくない。せいぜい怯え逃げ惑うがいい。その女の命は今日までだ。待て、どういう意味だ。シノンがお前の標的だというのか。デスガン、どこに行った。おっと、生き残り発見。悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。デスガン、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。いや、下の方でも戦闘が起きているし、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノン、大丈夫か。ひどくは治めている。とにかく離脱するか。ごめん、キリト。シノン、俺に捕まれ。とりあえずこの場から離れよう。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にしたんだろう。どこか隠れられる場所を探さないと。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。ここにはいない。さっきも突然現れたの。ん？デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でも突然あの場所に現れたの。さっきも突然消えたようにいなくなったな。もしかすると自分を透明化するようなガジェットやスキルを持っているのかもしれない。ガジェットの力。そうね、それなら納得できるわ。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身が反撃なんて考えることすらできなかった。私の命がまだあるのはキリトのおかげよ。だけど私はやっぱり弱いのね。あの銃をまた見たらきっと。シノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強いのね。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。少しだけ寄りかからせて。あなたの強さを
私にちょうだい。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それからずっとあの銃に怯えていた。 CGO に来て銃が全く平気だと分かった時、嬉しかったわ。現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから。だからかな、素直にそう思えたの。でも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないんだもの。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを。不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。え？デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ。二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろう。だから機構課もデスガンのアバター名を確認した後、ログを追跡して現実世界の奴を探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているからね。あいつの名前さえ思い出せればいいんだけど。ねえキリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知っているかもしれない。どういうことだ？景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけじゃないわ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受け取るには住所を登録しなきゃいけないから。そういえば BOB 参加登録に住所の入力スペースがあったの。シノンはまさか登録しているのか？ザスカーのデータをどうやって盗んだのかわからないけど、デスガンは私の家の場所を知っているということで、私のリアルの体に誰かが近づいている。シノン。大丈夫よ。怖いけど私は戦う。分かった。それなら作戦を立てよう。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインウェポンは別にあるのにおかしいと思わないか？何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用しよう。シノンはデスガンには近づかないでくれ。おそらくデスガンは俺たちの後を追跡しているはずだ。だからまず俺がここを出て奴を引きつける。シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦いが始まったら狙撃で援護してくれ。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えればその作戦がベストなのが理解できるわ。行きましょうキリト。
死ぬ覚悟はできたか。いいや、お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも未登録の情報は手に入れられないだろう。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ。ですが、俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした卑怯者だ。俺はずっと覚えている。お前の名も、お前がしたことも。俺の標的はお前だ、黒の剣士キリト。 It's showtime。 珍しい武器だな。 GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもこれが限界のようだが、そんなおもちゃのように軽い剣はさぞかし不本意だろう。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。お前を倒すには十分だ。針のように細長い剣、エストック。確かラッコラの上級幹部がその使い手だった。奴の鋭い立ち筋、あの時より格段に腕が上がっている。だが奴の剣だ。あいつ名前、これでどうだ。突破する。おとなしく自首しろ。ですが、警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ。ですが、惜しいな、黒の剣士。お前は俺の名を絶対に思い出せない。なぜそんなことを言える。俺はあの戦いの時名乗ろうとした。だがお前は拒否した。お前は俺の名前を知らない。だから思い出せない。ここで俺に倒され、あの女が殺される様をただ見ているがいい。約束の時が来たようだ。お前との決着を。そうか、お前とは SAO の後も会っていたんだな。うん、オリジン。そうだ、
こう。それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う？討伐隊として俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは違う。偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない記憶を植え付けてやる。このエストック使い、確か昔アスナから話を聞いたことがある。バーフコロの幹部である、黒の装束の毒ナイフ使い、ジョニー・ブラックと、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と瞳を持ったエストック使い。どうした、もう終わりか。このままではどうにかして奴に隙を作らないと。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。これで終わりだザザ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラビンコフィーの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、奴の名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト、この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするの？お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に岩にグレネードを転がすの。ほらこれあげる。鍵もかかっている。
リトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。誰？浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。あのね、浅田さん、大会前に話をしたよね。 BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんはあいつのこと、あのキリトのこと、どう思っているのかな。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、あれキリトだよね。なんであいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。新川くんね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ浅田さん。この注射はね、全然痛くないから。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。怖くない。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わってずっと一緒に。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ。ずっと憧れていた。覚えているかい、図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。町中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ浅田さん、愛してる、愛してる浅田さん、浅田さん、浅田さん、浅田さん。やめて。シノン、キリト。シノンさん、シノンずるいよ。僕も BOB 出たかったな。勇気。でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、心配かけて。驚いたわ、 BOB にシノンが出ているのを見たとき。ごめん、でも言えばきっと止められると思ったから。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえり、シノノ。あなたが無事で本当によかった。あの、まあいいか。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。 BOB 優勝おめでとう。ありがとな。あ
スナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。もう見ているこっちが恥ずかしいよ。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ、あれは永久封印だ。お湯より気候家が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの。もったいないな。その気候家さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは気候家からの話と俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは二人いたんだ。その一人は進化は教師、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう一人が教師の兄、進化は小一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの。ことの発端は結構複雑なんだ。気候家から聞いた話なんだけどさ、進化兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の正一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、跡継ぎ候補は教師になり、厳しく教育されていたんだそうだ。でも教師の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも正一と教師の仲は良かったそうだ。特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして進化兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。正一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。意味は病院用語で死ぬこと。死、なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけは分かった。それがあのボロマントだ。あのマントは正一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル高愛曲迷彩機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと薄塩たらこを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、
僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノンが大会に参加すると分かるまではね。新川君は私が狙いだったのよね。そして翔一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。俺は何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。偽りの力を持つ者だってさ。記憶を封じ目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を奴は許せなかったんだと思う。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン。ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化…いえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい。ただ強くなりたいの。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど教授君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私いつか教授君と話したい。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田篠が、シノンが今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、気候課に伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。新川兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き気候課も追っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんにメールを送っておきますね、パパ。ああ、内容は極秘だから時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。帰ってきました。おかしいです、このエラーはアバシスさんが GGO に存在しないことになっています。なんだって？他のみんなはどうなんだ？無理よキリト君、 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか？誰かリアルのアドレスとか知ってる人がいれば。聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてないよ。そうね、
私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アバシスがどうなっているか調べることは可能か？やってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある？私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。ただいま。おかえりなさい、キリト。やっとキリト一人か。なんだよ、会っていきなり。まあしょうがないわね。ねえキリト、あなた今暇よね。暇というか別に用事はないけど。だったらちょっと付き合ってくれない？エネミーを狩りに行きたいのよ。まあもちろん構わないけど。でも誰か待ってたんじゃないのか？いいえ、みんな帰ってきたら一緒に狩りに行こうって思っていただけ。もう少し待ってもいいんじゃないか？いいえ、行きましょう。キリトの腕前なら二人でも問題ないと思うし。まあシノンと一緒ならよほどのことがない限り大丈夫だとは思うけど。あら、それはどうも。どのエリアに行こうか？行く先はもう決めてあるの。手応えのあるエネミーが多いところよ。よし、わかった。これで全部片付いたわね。この辺りにはもう敵の姿はないわ。それじゃあそっちへ合流するわね。ふう、お疲れ様。ああ、相変わらず見事な腕だったな。どのエネミーも一発で仕留めてる。対人ならともかく、エネミー相手なら外す方が珍しいわ。大体の動きはパターンがあるもの。そうは言ってもあれだけの距離で当てるのはすごいだろ。私はいつまでもフォトンソードで戦ってるキリトの方がよっぽどすごいと思うけどね。それって褒めてないよな。いいえ、褒めてるわよ。私には絶対できない勇気。なんか毒がこもってるよな。まあ冗談はともかく、キリトが前で戦ってくれるとスナイパーとしてはやりやすいわ。こちらの位置とか射線とかちゃんと意識してくれるし。そのくらいのことはやって当然だろ、パートナーなんだから。それはそうだけど。さて、もう少し狩りを続けるか、それとも一旦帰投するか。そうね、まだ弾の残量は余裕があるし。ん？なんだあれは。え、どうかした？シロン、危ない！なんだこれは、グレネードか。体。よっしゃ、命中したぞ。覚悟しねえ。くそ、敵の攻撃か。ラックス、さすがにちょっと分が悪いか。私はいいから。まさかスタンした仲間を置いて逃げられるわけないだろ。弾幕が激しすぎて身動きが危ない。ケイト、くせえ、あの女まだ動けたのか。よし、相手がひるんだぞ。ここで煙幕を耐えて。さあシノン、捕まって。ごめんなさい。いいから、急いでここを離れるぞ。ひとまずここに姿を隠そう。いつまで持つかわからないが。ごめんね、私が動けないばかりに。何を言うんだ、こっちこそシノンに助けてもらったのに。あの時シノンが撃ってくれなかったら俺もやられてたよ。体の方はまだ辛いか？うん、痺れは少しマシになったけど、でも動けるようになるのはもう少しかかりそう。そうか。
とにかくここで時間を稼ぐしかないな。俺が入り口に立つからシノは奥へ。待てキリト、こんな体じゃあなたがやられた後に一人で戦うのは無理よ。だからそばにいて。そうか、わかった。ごめんなさいキリト、でも少しこうしてて。もちろん構わないよ。今こうしてる間にも敵が私たちを探しているのよね。そうだな、この洞窟はかなり見つかりにくいから時間は稼げると思うけど。そんな状況なのに、なんだかこうしてると安心するの。おかしいわよね、敵から狙われていて体はしびれて動けなくて大変な状況なのに。俺もシノンがいてくれてとても心強いよ。同じだな。ありがとう。ねえ、少し話をしてもいい？ああ。前にも言ったかもしれないけど、私は SAO の世界に入るまでずっと一人ぼっちだったの。でも SAO であなたと会って信頼できる仲間もできて、私も生きていていいんだって思った。シノン。そしてこの銃が支配する GGO の世界で、昔の弱かった私から強い私になって、あなたたちと一緒にいる資格を手に入れたい。キリトと一緒だったらきっとどんなハードルも乗り越えられると思うから。だから今敵に追われていても安心できるのかな。一緒にいるために資格なんて必要ないよ。俺たちはシノンと一緒にいたいからいるだけだ。俺だってシノンにはずっと助けてもらってる。さっきだって動かない体を無理に動かして助けてくれたじゃないか。ありがとうキリト、そう言ってもらえると私嬉しい。お互い様さ。うん。くそ、あいつらどこに行きやがった。絶対この辺りに隠れているはずだ。ヒットはしたんだからな。でも女を置いて男だけ逃げてるって可能性はだとしたら戦利品と一緒にご褒美も手に入るってもんだろ。スタンでしびれてる女の子っていいな。おいおい、ハラスメントに引っかかるようなことはするなよ。見るだけにしないとな。なんだ、どこから。言いたい放題言ってくれたな。貴様は。今度はこっちから仕掛けさせてもらったぞ。くせえ、スナイパーは向こうの岩場か。そっちを先に行かせるかよ。強い。片付いたね、キリト。ああ、思ったより早かったな。周囲に敵影なし、そっちに合流するわ。お疲れ様シノ、いい腕だったぜ。ええ、ありがとう。それじゃ今日はグロッケンに戻るか。さすがに疲れたよ。ねえキリト、さっきの話だけど。さっきの？ああ、洞窟の中の。その話だけど、あの時は私はスタンの効果でちょっとどうかしてたみたいで。え？でもあれには体をしびれさせる効果しか。いいから。スタンでどうかしてたからおかしなこと言ったの。忘れて、誰にも言わないで。ああ、わかった、誰にも言わないよ。約束よキリト、もし破ったら
おい、銃を向けるなよ。約束する、絶対離さない。それならいいわ。でも忘れることはできないな。シノンの大事な話だったから。誰にも言わないで。言わないでいてくれたら覚えていても許してあげる。オーケー、さあ帰ろうぜ。帰りは何もないといいけどな。どうかしらね、あなたといるとトラブルばかりだから。